なんていう名前ですか？ユーゴ。イタリア。南フランス。南フランス。輸入されてる。その地方の馬でとってもみんな白いんです。白いが生まれてこない。子供の時は灰色でこういうこの花みたいなのをしてるんですけど、大きくなったらみんな白くなる。でそのカマルグホースを今日は選挙の間阿佐ヶ谷に小さな牧場を作ることができたので、そこで飼ってます。で阿佐ヶ谷から今朝も来ました。でなんで選挙に連れてくるのかっていうと、私たちのこの社会ってみんな記号でできてるんですね。記号でできてるっていうのは、例えばこの場所をこれ全部勝手にできたんじゃなくて、あらかじめ誰かが図面引いて、その図面が自分に合わせて作られている。だからまず最初に人間が頭で考えた記号があって、その記号でできている。でその東京という街はもうほとんどがその記号で埋め尽くされていて、まるでなんかバーチャルワールド、そういうところに暮らしているわけですけど、すごい生き物はそういう世界に暮らせないので、どんどん生き物はいなくなっていく。でも人間も生き物なので、人間もどんどん苦しんでいなくなっていくと思ってます。なのでそういう場所にですね、こういう大きな、私たちが人間が何千年も一緒に暮らしてきて、人間社会を作るように大きな貢献をしてきた動物を連れてくるので、都市っていう空間に馬のような生き物を入れるようにもう一回作り変えれば、人間も楽しく暮らせるんじゃないかと思います。で、それで馬を連れてきています。ぜひですね、触ってください。せっかく連れてきたんで。で、何か喋るよりもとりあえず触ってもらった方がいいかなと思うので、マイクなし、馬だけでとりあえずやっております。あとでもう一回マイクでやってみます。で、どうぞ触って。で、そっちは危ない。馬さん説明します。馬はですね、350度見えます。特に下ご飯食べるために下向いてると、自分の足元を350度見えるんですけど、お尻の後ろだけは見えない。この間に何かが入って、大きい音がしたりしたらびっくりして蹴飛ばします。で馬は、牛とか豚と違って角も牙もないので、ものすごく敏感な耳と目を持っていて、でびっくりしたら逃げるということに徹してます。で、後ろ足の後ろで何か音がしたらびっくりして蹴るっていうふうになってます。だから、あとそのまま噛むんですけど、口がこんだけしか上がらない。こんなぐらいしか噛めないので、グーだったら噛まれません。噛めない。このぐらいの大きさです。でこうやるとですね、餌あげようと思ってこんな風にすると、さっと一緒に手が食べられたりしますから、それだけ気をつけないといけないんですけど、基本的に攻撃というメソッドを持ってません。だから、しかもですね、こんなに、この子でも350キロぐらいあるんですけど、相撲さん2人分ぐらい。あるんだけど、攻撃性がないんですね。で逃げるっていうことしかしないので、電車の音嫌いなんです。すみません。
電車の時だよ。なんかつい最近知って、はい、なんかだからこういう動物と接することで、うん、すごい嬉しいと思った。すごい大きな力とか暴力によって傷つけられた人を癒す力があると言われています。で私もだから何年、7、8年前から馬に触ったり乗ったりするようになってから、いろんな意味でいろんな心の傷とか体の不調とか癒されたので、その力をお伝えしたいと思って来てもらってますので、ぜひ触ってください。で触り方はこの辺をこうポンポン、これがこの今あれだ、トラックも嫌いなんですけど。で、あの写真撮ってください。触る、触ってみる。1年前に初めて知り合ったんですけど、もし広島って雪駅で官軍でなんとなく分かります。新軍で、はい、で、それの時にもう監督74歳なんで休みを作ってたの、7月、うんうん、もう休みにしようと、うん、3週間ぐらいアメリカ3カ所、カナダ1カ所回ったんで、うんうん、したらなんか、あ、じゃあもうこれを休みということは何だ、何だかの意味だっていう作品で、まだちょっと分かんないんですけど、うんうん、いいですか。アサラメは全く別の、今見習った病のドキュメンタリーでやってるその方針もあるので、すいません、こっちも、じゃあこっちをバックの方に行きます。もう一回すいません、私が、すいません、声が枯れちゃって、すいません。じゃあ今回、今日ここにいらっしゃったのはどうしてですか。和らげられる、それが人間の生きる空間を良くしてくれる。キャバクラの宿泊集会で毎週来てるで、帰りがけだった。この駅に こんだけスペースあって馬帰るんですよ。さあ、駅に来て馬がいるのを見て通るだけで全然違ってくる。そんな風に馬を使ったらいいんじゃないかと思って、いつ頃からこれはっていう人がいるなと思って。本当ね、馬選挙はね、5、6年前に平良智之さんっていう民主党の議員だった方が途中で離党されて、みんなの党に移られたんですけど、なんかその方は京都の選挙を間違いませんか。平良智之さんは滋賀を習われる方、平良さんはその時は馬車で京都、聴覚障害の人、直接の方もいる、南部の方にも当事者もいらっしゃる、面白い選挙されたんですけど、その後、江口さんっていう神奈川県の平塚市の市議の方が馬選挙2回ぐらいで、東館山の地方選挙で私が馬を2回ぐらい連れてきたことがあって、今回はだからそういうのいろんなその心地の上に長期間かかって馬を東京に連れてきて、それでいろんな人に接してもらうっていう選挙をしようと思います。いいよ、恋愛が足りない、もう申し訳ないです。じゃあ今、まあ、じゃあ触いいですか、触ります。触りたい方おられませんか。触ってください、どうぞ。はい、ぜひ。ドキドキ首のあたりドキがムネムネしてる。うちの息子が言ってました、ドキがムネムネ。3歳、僕50歳。今日、手話講習会の帰りにツイッターで見ていらっしゃった。ありがとうございます。すごい、なんか嬉しいお入り。なんかツアーとか、あと刺さってる方とか、ローゴーアの方なんかも触られると、すごいいろんなコミュニケーションが取れるので、いろんな意味で。先生来ないかな。後ろの電車の音です。あ、そうだ。やだ。いや、おばちゃんだ。動物自体はいない。うん、そうそう。動物がじっとしてるから人間にとっても難しい。うん、子供なんて絶対じっとしてないんです。あれ学校に行かせてして仕込むからね、じっとじっとじっとするだけで。調教みたいな。調教ですよね。はい。調教場です。平坦にするための調教室。ぜひなんかそのいつもお会いになっている生徒さんとかにも馬ぜひ触っていただきたいですよね。そうですよね。そう、先生とか通りかからないから、うん、ね、これやってる流星君はもともとやばかった。見たの、そうか、ここは私は
おはようございます、山本太郎さん、参議院議員、元メロリン級山本太郎さんが作った、令和新選組から、比例区で立候補しております安富あゆみと申します。おはようございます。今日は馬のユーゴン君と一緒に選挙活動を演奏してるに、台船に参りました。で、なんで馬連れてくるのかっていうと、それは私が馬によってとっても癒されたということがあり、ここ7、8年ぐらいですけど馬と出会っていろんな変化が自分の中に起きました。で、その馬の持っている人間の心や体を癒す力をみんなに知ってもらいたいと思って連れてきました。というのも東京という町は、記号化されているって私は思うんですが、人間が誰かがあらかじめ考えて線を引いた、その線に従ってやる。だから東京という町は記号に埋め尽くされています。その記号には決まりがついている。決まりというのはそんなにしっかりと強制ではなくても、例えばここは階段なので登ってくださいとかっていう暗黙の命令が埋め込まれていた。そういう空間に人間のような一種の猿が閉じ込められていると考えると、その空間が生み出しているストレスは大変なものです。で、その一人一人の生活に24時間容赦なく降りかかってくる非合性というものが私たちを苦しめていると思っていて、その中に馬を連れてくるというのは一種の無茶なんですけど、それをすることでその非合性が帯びている暴力性みたいなものを皆さんに感じてほしいし、同時にそういった暴力から私たちを癒してくれる馬の力を感じてほしいと思っています。例えばいろんな動物のセラピーがありますが、馬のセラピーの特徴は馬の寿命が縮まらないということです。だからセラピーをしている馬が、人間のそういう癒しをすることによって傷つけられるということはありません。そうではなくて、人間と馬が共に接することで共に癒されるという力を持っていると言われています。例えばだからこの場所でもこれだけのスペースがあれば馬は飼えるんですね。で、毎朝ここに馬がいて、会社に行くと会社出勤するときにその前を通るときに馬がいるというだけで何か大きな変化が起きていると私は感じます。そういう意味でもう一度馬のような動物がこの都市に帰ってきてほしい。実際日本ではほんの昭和30年代ぐらいまでは日本中に馬がいて働いていました。おそらく前のオリンピックの工事は馬がやった部分も結構あると思います。ところがモータリゼーションによって私たちは馬を徹底的に排除してしまいました。でもヨーロッパとかアメリカでは今でも馬が都会の中を普通に歩いています。もう一度せめてヨーロッパやアメリカぐらいまで取り戻そうではありませんか。そうすればもっと息苦しさが減るんじゃないかと思っています。そしてできればいろんな小学校や中学校や幼稚園に馬がいるとか、そしてそれでみんなが面倒を見ている、あるいはコミュニティホースといって同じ地域の人がみんなで馬を面倒を見るみたいなことが広がってくれないかなと思っています。それから私がこの選挙で、すいません、私は山本太郎さんが作った令和新選組から比例区で立候補している安富あゆみと申します。私は子供を守ろうということをこの選挙で皆様にお伝えしています。子供を守ろうというのは政策ではなく政治の原理です。私たちが住んでいるこの社会は国民国家という名前の社会です。それはイギリスで生まれた資本主義経済とフランスで生まれた市民による国民軍を合わせたものだと思っていますが、それゆえその政治原理は富国強兵です。
国を豊かにして兵を強くする、その原理は明治時代には明記されていましたが、戦後平和憲法で徴兵は言わなくなったんですけども、でもその言い換えとして経済成長とか成長率何パーセントっていうような目標が掲げられています。政策の判断は経済成長するかどうか、そしてそれによって強い兵力を確保できるかどうか、暗黙のうちにその原理は今も私たちの社会に生き延びています。それどころか現在の自民党政権は露骨に富国強兵を指導原理にしようとしているように私に見えます。しかし国民国家のシステムは第一次世界大戦でもはやその限界を露呈したというふうに一般に考えられています。だからヨーロッパでは国民国家に代わる原理として EU のようなものが模索されてきました。第一次世界大戦が始まったのは1914年ですから、もう100年以上の年月が経っています。その間にこの国民国家は様々な矛盾を露呈してきています。私たちの社会の多くの問題は単に政策が悪かったとか官僚が愚かだとか政治家がちゃんとやってないということでは済まない、つまり国民国家という私たちの社会の基本的な社会の立て付けが、国家の立て付けが自分たちの作り出した経済やコミュニケーションの在り方にそぐわなくなっているという本質的問題があります。この本質的問題を無視してどんな努力をしても問題を隠蔽することはできても解決することはできません。ですから私は富国強兵に代わる新しい政治の原理として子どもを守ろう、子どもを守るということを掲げるべきだと考えています。アリの社会もハチの社会もその原理は子どもを守ることです。人類だってその社会の目的が子どもを守ることでなければ、おそらくとっくの昔に私たちは絶滅していたと思います。この150年ぐらい富国強兵という国民国家という独自のシステムが私たちの社会の構成しており、富国強兵がその指導原理でありましたが、この原理をより普遍的な生命の普遍的な原理である子どもを守るに取り替えましょう。子どもを守ることにこの政策はなるのかどうか、この制度は子どもを守ることになるのかどうか、この法律は子どもを守る上でいいのか悪いのか、そういう観点から議論し進めていけば、私たちはいろんな問題を解決できるのではないかと私は考えています。子どもを守るというのは児童さん相談所を増やすことではありません。子どもを守るというのは子どもの意見を聞くということです。子どもの話を聞いてください。子どもたちは一人一人真剣に考えています。それぞれに独自のしっかりとした意見を持っています。その意見を真剣に聞きましょう。そして一人一人の子どもが持っている小さな望みを大人が実現しましょう。子どもの夢を実現しようと思って努力しているお父さんお母さんを支えましょう。子どもを守るために頑張っている人たちを地方政府が支えるべきです。その地方政府を中央政府が支えるべきです。政治の原理を子どもから出発し、子どもを守るために全てを動かしましょう。道路を作るときはこの道路を作れば子どもは交通事故から守られるかどうかを考えて作りましょう。建物を建てるときはこれは子どもを幸せにするのかどうか考えて建てましょう。子どもたちの遊び場を潰してビルを建てたりするのは社会にとって大きな損失です。子どもの遊ぶ空間を最優先で考えましょう。子どもの夢を一つ一つ叶えていけば、それはやがて私たちの大きな夢を叶えてくれると私は信じます。私は山本太郎さんの作った令和新選組から比例区で立候補している安富歩です。子どもの夢を叶えることが大人の夢を叶えます。子どもの夢を叶えるような、例えば学校が子どもを無理やり座らせて勉強したくないことも押し付ける、そんな愚かなことをするのはもうやめましょう。
大人の皆さんは知ってるはずです。そうだよね、絶対そうだよね。大人のみんなは知ってるんだよ。学校で習ったことはみんな忘れます。一生懸命勉強したってそんな知りたくのないものを押し付けられたって全部忘れちゃいます。何万人も前忘れてしまうような勉強はしても意味がありません。辛いだけです。ね、意味ないよね。忘れることを勉強しても意味ないよね。その通りなんで、だけど学校で勉強したことはみんな忘れるんだけど、一人一人の教育に皆さん税金が 2,3 千万円かかってるんですよ。皆様の知識は 2,000 万円分の価値があるかどうかよく考えていただきたい。もしそれが足りないんだったら、そのやっぱりその 2,000 万円 3,000 万円は無駄になったんです。お金だけじゃありません。6歳から27歳まで毎日毎日学校に行って座って一生懸命ノート取って本読んで勉強した挙句に全部忘れるとかいうのはあまりにも恐ろしい無駄です。これも子どもの虐待だと私は思っています。子どもが必要なことを、知りたいことを教えましょう。子どもの学びを支えることが教育です。私は東京大学の教員です。知識の一応専門家、プロフェッショナルなので皆様と知らないこともいっぱい知ってますが、私の知ってる知識のうちほとんどは自分で勉強したことでした。学校で習ったことというのは私の知識のほんとわずかの部分しか構成してないんです。だから本当に長い間私は大きな時間とエネルギーと、そして国民のお金を無駄にしたなって思っています。子供に余計な知識を教えるのをもうやめましょう。子供が学校を子供が楽しくて来てしまう場所に変えましょう。ご飯を食べられない子供がいるのに授業をするとかいうのは狂気です。親に殴られているというのに授業をするというのも狂気です。友達にいじめられている子がいるというのに授業をするのは狂気です。そんなことしたって頭に入るはずがありません。子供を守る基地に学校はなるべきです。町や家で嫌な思いをしたら学校に逃げ込む、そういう空間に学校を作り変えましょう。そうすれば子どもたちは学校が好きになります。そうすれば子どもたちはこの町が好きになります。そうすればこの町、子どもたちはこの国が好きになります。それが愛教心であり愛国心です。本当にこの国が好きだと子どもたちが思えるような子どもへの施策を考えましょう。子どもたちを無条件に喜ばせましょう。子どもたちがのびのびと成長できるように、その体もその知識ものびのびと自分自身の思いに従って成長できるように、すべての子どもがすべての暴力から守られるような社会を作りましょう。そうすれば少子化は解決されます。そうすれば子どもたちはお父さんお母さんや学校やこの国やこの町が好きになります。そうやって国や町を守ろうという思いを自発的に抱くような施策を取りましょう。それは単に文教予算でできることではありません。すべての予算の意思決定を子どもを守れるかどうか、その観点から考えましょう。そうだよね、それ当たり前だよね。だって子どもいなかったら私たちの社会はなくなるんですよ。この国では子どもが自殺するんです。小学生が自殺するんです。若者の死亡率の死亡原因の最大1位は自殺なんです。子どもや若い人がその豊かな命を自ら絶つというようなことを放置してはなりません。一人の子供の命が失われるということは、その周りにさまざまな暴力が張り巡らされています。その暴力の連鎖を取り払わない限り自殺を止めることなんかできません。私は山本太郎さんの作った
令和新選組から立候補している比例区に立候補している安富あゆみです。そして子どもへの暴力の最大のものが私は学歴差別だと思っています。この国はあらゆる差別に反対する建前ですが、しかし誰もが公認している暴力があります。それが学歴差別です。学歴差別するのは当然だと人々が考えており、みんな子どもたちが勉強するのもその学歴差別の暴力から逃れて学歴差別で暴力を振るう側に回りたいから、せめてこの子には学歴差別で暴力を振るわれる側ではなく振るう側に回ってほしいと私たちが願っているからではないでしょうか。もし学歴差別がなかったら何百万円も払って大学に行く人はどのくらいいるんでしょうか。私は東京大学の教員ですが、大学というシステムがその学歴差別の上に成り立っていることに非常な痛みを感じています。学生は学ぶために大学に来るのではなく、学歴差別で優位に立つために大学に来ます。そんな暴力的な条件の下で知識を発展させるとか知識を見出すとか知識を生み出すなんてことはそもそも不可能です。学校を学びの場にしましょう。学校は人々が出会って議論し新しい知識を自分たちで生み出していく場に変えなければなりません。どこかにある知識を拾ってくるのはインターネットや AI が勝手にやってくれます。そんなことはもはや私たちにとって必要なことではありません。コンピューターにできないのは議論することです。コンピューターにできないのはご飯を食べることです。コンピューターにできないのはトイレに行くことです。コンピューターにできないのは寝ることです。コンピューターにできないのは友達を作ることです。それが学ぶということです。私は山本太郎さんの作った令和新選組の比例区から立候補している安富あゆみです。この学歴差別という暴力を私たちの社会から解消しない限り、私たちの子供はその受験勉強の圧力に苦しめられ続けます。豊川さんは多大な支出を強いられ莫大な時間を奪われます。その結果身につけたはずの知識はテストが終わった瞬間に全て消えてなくなるんです。そんな恐ろしいことを続けるのはもうやめましょう。少子化の原因は高学歴差別。もう二度と自分で子供を作ってその子供を高学歴差別の恐ろしい炎の中に放り込むのが嫌だから人々は子供を産むのをやめています。学歴差別を勝ち抜いて子供を学歴差別する側に回すためにかかるコストがあまりにも大きいから人々は子供を産むのをやめています。こんな愚かなことはやめましょう。子供たちがいなくなったらこの社会はなくなります。そして私たちが知っている国民国家というこのシステムは間もなく終焉するでしょう。このインターネットや高齢化やアジアの台頭という大きな社会的変化の中で19世紀にヨーロッパで生まれたシステムが今も今後も生き残れることはありえません。私たちの知っている社会は間もなく終わります。その後にどういう社会が来て何をしたらいいのか、それは私自身を含めて国民国家システムの中で生まれ育った私たち大人にできることではありません。この問題は子どもたちに解決してもらうしかありません。子どもたちの中にそういう問題を自分で取り組んで新しい社会を作り出していく人がたくさんいなければ、私たちは人類は次の世代を切り開くことができないです。そのために人に言われたことを喜んでやるようなそういう人間を作ってはいけません。自分で考えて自分で問題を解決して自分で生きていく、自分が生きる友達を一緒に生きる友達を作っていく、そういう創造性を持った大人がたくさん現れない限り、この社会の次の世代を考えることはできないんです。
そのためには子供たちの魂を守り抜く必要があります。子供を叱るのをやめてください。子供の話を真面目に聞いてください。子供の夢を一つ一つ叶えてください。子供の夢を一緒に叶えましょう。それが本当だよね。子供の夢を叶えるのは簡単です。大人は核兵器を持ちたいとか、空母が欲しいとか、原子力発電所が欲しいとか、わけのわかんないことを望みます。でも子供が核兵器持ちたいとか、そんな変な望みは持たないです。子供の夢を叶えるのは私たち大人が努力すれば実現できます。子供の夢を実現しましょう。大人の夢は捨てましょう。大人の夢を実現するのは無理です。子供の夢を実現することは物理的に可能です。そして大人が子供の夢を共に実現すれば、それが大人の望みだったということがわかるんじゃないでしょうか。私は山本太郎さんの作った令和新選組から比例区に立候補している安富歩です。私は東京大学の教員ですが、東京大学という空間にはいわゆる非常に頭のいい人たちが集まっています。でもその頭の良さというのは記号操作なんです。記号や概念を操作することには非常に長けています。しかし人間の知性というものは記号操作だけでできているのではありません。もちろん記号操作も非常に重要な能力です。しかしそうではなく、人とつながる心とか、人を愛する能力とか、友達を作る力の、そういう基盤がなければ、記号操作はただの暴力に変わってしまいます。人間の知識というものは記号操作でできているのではありません。それは感情が伴って初めて知識になります。感情を失った軌道操作に特化した人間は非常に危険な人物です。ですから記号操作を排除するのではありません。しかし記号操作をできる人だけを集めてエリートを作り、そういう人々が社会を運営するというのは非常に危険なことなんです。身長の高い人を集めてエリートにして国を任せたらどういうことになるか、簡単に想像がつくと思います。偏差値の高い人を集めて国を任せるのはほぼ同じことです。そのような不気味なエリート選別システムをやめましょう。学歴差別は非常に危険な差別です。この差別を打ち破る方策を真剣に考える必要があります。今回令和新選組は奨学金特例令という一見すると途方もないような政策を掲げています。しかし大学教員として、大学が学歴差別のうち上に成り立っており、真の学びの間にはなっていないという、そのことに心を痛める私にとっては、そんなところを卒業するために若者が何百万円という借金を背負って、その人生をその返済にすりつぶすなどということは胸が痛くて耐えられません。この際、奨学金の有利子奨学金を特例令を設けて一挙に廃止すると、高田代わりするということは、私にはとても大切な政策だと思っています。しかしそれは最初の一歩に過ぎません。それはその先に大学というシステムを学歴差別の再生産装置から人々が出会い、学び、新しい知識を生み出していく場に作り変えるという、その第一歩としての意味があります。私はそのような大学の変革に力を尽くしたいと思います。私は山本太郎さんが作った令和新選組から立候補している安富歩です。ちょっと喋り疲れたので、このぐらいで一回終了させていただきます。ありがとうございました。今から馬にご飯を食べさせるので、お食事タイムをご覧ください。まずバウンシャーの中にですね、ご飯を食べられる場所がありまして、バウンシャーって後ろにあっちに止まってるやつがトレーラーが馬を運ぶものなんですけど、その中に馬を入れて
その中で、餌や水を食べたり飲んだりしますので、よかったら覗き込んでください。ありがとうございます。学校に行くのは大丈夫じゃないって思ってれば学校に行っても大丈夫かもしれない。ああ、なるほど。大丈夫じゃないことがあったら対応できます。学校が大丈夫だと信じてたら、なんでこの子こんなんなのみたいになってパニックるんですよ。疑いたくもないんですけど、やっぱり、ね、先生もいろんな方がいるんだから。でも先生の個性はね、それはだってそれ大体どうしようもないですよ。それは人間だから。やっぱね、信頼関係ちゃんと作る。信頼関係を作るベースが、その構造が暴力性を見てると、その上での信頼関係ってのは欺瞞になっちゃうんですよね。どっかで崩れる。いや、欺瞞じゃないですか。これ私暴力振りますけど仲良くしましょうねっていうのが、暴力性を全体に前提にした信頼関係です。それは欺瞞になっちゃうんですよ。でもこの暴力があるっていうことを前提にして、この暴力性をなんとか出ないように私も頑張りますねっていう先生だったら、それは信頼関係を進めます。一緒に暴力性に対して向かう。でも学校というシステムを維持するために必要なんですよみたいな、あなた学校の息子が学校に来ないと学校が成り立たないじゃないかみたいな精神構造になってると、そこで信頼関係を結んだりすれば欺瞞ですよね。先生のゆとりは意図的に奪ってあるんですよ。あれはだからその、日教組とか、そのいわゆるその社会主義運動とかに教師がすごい活躍したから、その教師を忙しく暇にするとろくなことしないって国が思ったので、どんどん忙しくしたんですよ。それで過労死寸前にまで。もう一個の理由は体罰使えないから忙しいんです。子供をぶん殴って終わりっていうメソッドを使えば5時に帰れる。そのメソッド使えないから全然9時まで働いてるんですよ。楽しいし、で兵隊になるための向こうだと思えば、当然そこは暴力で支配されてるわけですよね。それをその制度そのままにしといて、はい今日から殴らないでねって言われるんですよ。どうやってやってるんですか。
海兵隊パンチなしでやるのハートマン軍曹呼んできちゃダメなんですかそれ無理でしょそれをやらされてるわけですよだからその怒鳴ったり殴ったりしないで海兵隊やってくださいとか言われてる先生どうしたらいいのハートマン軍曹になれないなってしょうがないな書類いっぱい書いたりしたりしてやってるから見て見るふりとかいろいろやってそれやってるから先生は大変なんです先生の病気になりますそれはシステムがそもそも成り立たなくなってるのに成り立たないのに成り立つ前提でやってるからでそこに子供が来るまだぶん殴られてるのがマシじゃないんだよひでえとこだなと思うじゃん殴られてそうそうそう真ん中で首を絞めるようにちょっとらしくさせられるそうするとなんか適応できないと思うが悪いって思うからだからぶっちゃけ日本に住んでていいのかなってそのレベルですよねでも世界中どこでもそうこう心配しないでくださいダメですよ。そうなんですよ。本質は変わんないもん。全部国民国家だから。せめてね、なんか制服はいらないよとか、みんな同じものを使わなくていいんだよとか、せめてそれぐらいはね、もう別に。でもそのせめてっていうラインはいくら下げてもせめては変わんないんですよ。そこはじゃあそこまで譲りましょう。そこまではじゃあいいんですよ。して、でも構造は同じっていうのよ。だから、制服とか、持ち物とかを起点にして、そのシステムそのものの作動を変えないといけない。子供が誰かだったら、子供が誰かだったら、子供が誰かダンクするわけいかない。っていうふうになると、それに対して圧力がかかる。みんながやるでしょ。それに対してふざけんなって押し返しをしたら、じゃあもうこいつはもういいってことになるんですよ。あそうすると、いろんな暴力から守られる。私もそうなんですけどね、東大でもこいつはもういいってなってるから、何やっても何も言われないんで、選挙も自由に出られるんですけど、でも他の人は大変ですよ、他の先生は大変なんですよ、私だけこいつはもういいってなってるから楽だ。でもそれ一番大事なことです。だからあなたのお子様を学校でもうこいつはもういいって最初に投げられる状態にしておけば安全な。そうですね。それ私たちが大事なんですね。親が。それ親がそう信じてたらできるんですよ。で、そういう人をもっと増やしていけば、クラスに5人ぐらいこいつはもういいってなったらもう全員どうでもよくなるじゃないですか。でもそういう開き直りすごい大事ですよ。クラスで例えば3人の子供がこいつはもういいだったらもうあと35人はもう抑え込めないんですよ。なんであいつらだけ。でも学年に1人だけだったらなんかヘリクツかけますよね。1クラスに3人とか5人とかになればいいじゃん、いいじゃん、大丈夫です。もう大丈夫、システムは壊れます。それ親もセットやんないといけない。無理ですよ、子供だけ。その親はもうダメだって思わせない。そうそう、子供はモンスターペアレント上等みたいな。モンスターペアレント連盟とか作ってそうしたら1コールで学校なんて壊せますよ。必ずいますか。そうか、うん、もうね、親もやっぱね、生きてて思うけど、なんか子供も失敗でした。なんかでもかんでもこういろんな目線を示して、そうそう、大人がそういうことを縮こまってるから子供も言うこと聞くんですよ。合わせるために、親に迷惑かけたくないから。だから親の生き方が変わると子供も変わるっていう対応とかあります。めっちゃ忖度してくれてるから失敗しますよね。それだけでも 100% そうです。親の生き方に合わせてくれてます。でもそれはかわいそうですよね。せっかく生まれる。そうですね。忖度マシーンになっていきますよ。いいえ。東大生っていうのはその忖度能力がめちゃめちゃ高いです。うちの夫。テストっていうのは先生を忖度してその言ってほしい回答を書くゲームでしょ。だから100点取れる。そう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 なんです。だからあれは正しい答えを書くってゲームじゃないんですよ。私ずっと間違えたんだけど。これは正しい答えを書けば丸になるんだと信じてたんだけど、それ違って先生が何て答えてほしいかを見抜いて書かないと。結構いますよ。記述式とかそうですね。全部そう、記述でなくてもそうです。100点取れるんです。だから言ってることは分かってないんですよ。そうそうそう。そこに戻ってくるんですね。そうそうそう。ぜひ、なんかその能力がめっちゃ高いです。インテリという。
やちょっと夫に言ってやろう分かってる自覚あるからね。分かるっていう感覚をなくしてる人多いです東大生。分かるっていう感覚がないの。いきますね。ありがとうございます。あ、そうです、知ってる知ってるってすぐ言うんです。ああそれあれですよね。違う、あ自分の持ってるところにパンって当てはめて、そうそうそう箱がいっぱいあってポンポンって入れてね。はい、それあれですよね、それあれですよね、はい、わかりました、わかりました。全然わかってないから。いやいや、違う。すぐだろ。先生、京大だから。まあ、京大も、でもやっぱり本質とかあんないですよ。同じインテリなら。京大の方がもっとね、ちょっとおかしい。8年生とかいっぱいいるじゃないですか。いっぱいいるけど。いっぱいいるけど。ね、ちょっとおかしいです。ちょっとおかしいけど、ちょっとです。もう今はもうあんまり変わんなくなってる。京大もどんどん破壊されてる。あね、縦缶とかね、いろいろダメとかって。じゃあ行きましょうか。すいません、中野行かないといけない。お腹空きましたね。いや、ありがとうございます。次は中野先輩。